お城巡りが好きで、日本全国47都道府県のお城へ行きました。というと、へえ、北海道にもお城あるんですか？とよく聞かれます。有名なのは五稜郭とか松前城とか、というと、納得したような、してないような顔してます。お城というと、やはり姫路城とか松本城とかのように、天守のあるところをイメージするようです。そんなわけで北海道のお城を紹介します。北海道のお城で忘れちゃいけない人といえば、新選組副長の土方歳三です。京都の鳥羽伏見の戦いから旧幕府軍として新政府軍と戦い続け、ついに北海道の五稜郭まで来ました。五稜郭は江戸幕府が函館奉行所の防備を固める目的で1864年に完成した西洋式城郭です。五稜郭ができる前の1849年には外国船の出没に備えて松前城が作られていました。松前城は海への防備を主体としていたため、背後は手薄でした。土方歳三らの旧幕府軍は背後から攻め、松前城を攻め落とします。旧幕府軍は函館を占領し、五稜郭に入城します。新政府軍も黙っていません。函館で戦争になりました。結局旧幕府軍は戦いに敗れ、土方歳三も最後の決戦で討ち死にし、函館戦争は終わりました。五稜郭タワーから見た五稜郭です。綺麗に五角形になっています。五稜郭タワーの土方歳三さんの像です。再建された函館奉行所です。五稜郭から見た五稜郭タワーです。松前城の本丸御門と復興天守です。復興天守は資料館になっています。北海道は蝦夷と呼ばれていました。源頼朝は蝦夷を治めるため津軽に安藤氏を代官として任命しました。しかし蝦夷は治まらず、東北地方で戦いに敗れた豪族たちが蝦夷へ逃げていきます。安藤氏も蝦夷へ逃げました。すると今度は蝦夷地にいた原住民のアイヌ民族と東北から移民してきた豪族たちとの間でたびたびいさかいが起こりました。そこで原住民たちは砦をたくさん作りました。それがアイヌ語で囲いという意味の茶師です。茶師はお城として使われるだけではなく、祭祀、祭礼、談判場にするなど、いろいろな用途に使われていたようです。そんな中でアイヌ民族と移民豪族の大きな戦い、コシャマインの戦いが起きます。移民豪族の館が相次ぎ陥落しました。シノリ盾も落城します。上の国の柿崎氏の元にいた武田信弘が立ち上がり、コシャマイン父子を討ち、戦いは終わります。武田信弘は柿崎氏の婿となり、武田信弘の子孫である柿崎氏が次第に勢力を伸ばし、蝦夷地を統一していきました。1500年代柿崎氏が松前に移り、安藤氏の代官となります。その後柿崎氏は名前を松前と改めます。そして徳川家康がアイヌとの交易独占権を松前氏に与え、松前藩となります。根室半島の御根本茶師です。日本最東端の岬、ノサップ岬のモニュメント、北方領土返還の願いを込めた島の架け橋です。ノサップ岬から人も車もない道を歩くこと30分、御根本茶師跡に着きました。茶師跡を横から見たところです。しのり立てです。コシャマインの戦いで陥落しました。その後もう一度陥落し廃城となりました。ほぼ四角形です。周りは堀と土塁で守られています。函館から約 9km 離れた海岸段丘に位置し、函館市街地や津軽海峡などが見えます。宇賀の昆布という良質昆布の産地でもあり、天然の良港が多く存在しています。
神の国、勝山伊達です。柿崎市の居城です。前方に見える小高い山が標高159メートルの硫黄山です。硫黄山には守護神、八幡宮があります。硫黄山から見る日本海は素晴らしいです。本曲輪は中央にまっすぐな一本道があり、その両側を建物群が整然と軒を並べています。日本海を見下ろしながら降りていく景色は最高です。最後までご視聴ありがとうございました。